順番に、あ、面白い、一番面白いっていうのに人気投票していきましょうか。で、3位まで民主的に投票してください。はい、じゃあ順番に聞いててください。ここはもう確率高い。3人ですよ、3人。あえて買った人。まあ、じゃんけんでもいいですよ。はい、最初はグーじゃんけん。3人決まりそうですか？いけそうですか？この3つで行こうみたいな。はい、めっちゃいけそうです。3人いけそうです。大ジャンケン大会です。3人いけそうです。多いと大変ですよね、決まり。結構ばらけましたか？ハグだけでこんなにあるもんですかねっていう感じになりましたか？はい、決まった。夏はい、夏決まったね。はい、あと1回最決勝戦。いいっすかね。じゃあ冬は僕聞いててやっぱり面白かったんで、冬からいきますか。冬はもう本当は全員喋ってもいいぐらいなんですけど、はい、ツーポンからいきましょうか。はい、冬がわざと好きなのに嫌いなやつですね。はい、嫌いなやつは結構難しかったんですよね。そうですね、僕はちょっと花粉とか黄砂とか砂とかほこりとかで空が汚くなるのがすごく嫌なんですね。遠くの山の方にある山とかがこう昨日まで見てたのに乾燥して黄砂が飛んでるせいで、あ、山なくなったって思うとちょっと切なくなります。なるほど。何を見てるかがすごいよくわかりますね。埼玉でしたっけ？勤務埼玉で住んでるのは東京なんですけど、もともと和歌山に住んでたんです。はあはあ、で、すごいもう山に囲まれたような環境やったんで。なるほど。だからそれが、だからって言われたけど、ただでさえ東京山そんなにそっちでもそんな気になるもんですか？和歌山でも、うん、そうですね、ちょっと遠くの山とかはやっぱ消えたりしちゃうんで、すぐ山っていうイメージしたんですけど、そうですか。もう山かも海なんで。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、次行きましょう。自分の好き嫌いで、はい、もちろん嫌いなもの、私は、冬が好きなんですけど、はいはい、冬の中で許せないのが担当です。はい、私は山登りが好きなんですけど、厳冬期にすごいなんかもう結構奥深いところまで行っても生ぬるくあったかいような状態ですと、もう許せなくて、物もなんかガビガビに凍ってないともう本当に悲しい気持ちになる。で、反作用で、やっぱり冷夏がたまらなく嫌いです。なるほど。もう汗が止まらないぐらいの暑さがないとですね、夏になった気がしない。あと一つだけ、変態多くてよかったですね。はいはい、山登りとして聞き捨てならなかったのは、和歌山県のお話なんですけど、
ぱりあの和歌山から、はいはい、富士山の写真が撮影できたという、再演展からの撮影記録がありまして、和歌山はすごいなと。違う話ですね。完全にちょっと関係なかったです。いいですね。はいはい。はい、次行きましょう。担当が嫌いです。はい、3人目。冬のじとじとした、じとじとした雨が嫌いという。冬のじとじとした雨。あ、まあ、じとじとした雨は嫌いなんですけど、特に冬のじとじとした雨はきつくてですね。で、まあ、理由としてはもう部屋中がかびてしまったりとか、はい、なんか瓶とかそういう無機物までなんか緑色になってしまったりとか。それは誰のせいなのかなって感じにしますけど、そういうことがありました。はいはい、それが何が来てる時なのかって話を気にしてるんですかね、やっぱり。どういう時にそのじとじとした、あ、特に冬に雨がじとじと降ってるときついですね。でカラッともう雪になってしまえば楽なんですけど、雪になるようなところで、はい、お住まいってことですか。あ、あのかつて鳥取に住んでた時に。はいはい、はい、あ、鳥取ですか。はい、鳥取ってジメジメした雨なんですか。そうですね。ああ、はい、そうなんだ。はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあ次秋行きましょうか。秋、そうですね。私はあの秋の高い青い空が好きなんですけど、はいはい、嫌いなのは熱帯夜です。うん、熱帯夜。それは秋の。いや、関係ないです。関係ない。そうか、そうか。別に秋のじゃなくてるんですよね。熱帯夜がとにかく嫌いなの。熱帯夜がとにかく嫌いですね。私、あの、もともと出身はあの奈良県 で、はい、で、大阪に住んでた時期も結構長くて、はいはい、関西の特に大阪市内の夏の熱帯夜っていうのが、うん、もうあの体を壊すぐらいの異常な熱帯夜なんですね。うん、この東京とは全然違って、うん、風も通らないし、こうどよっとしたで、かなり湿気が多いのでまとわりつくような暑さなんです。実際熱帯夜って何度以上でしたっけ。はい、25度25度以上で、はい、で湿気が多いっていうのはいろいろありますけど、何パーセント以上だとそのもう耐えられないやつですか。湿気が多ければ多いほど耐えられないけど、いやでも気象協会だからそこも気にされてるのかな。そんなないですか。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、はい、次行きましょう。大丈夫ですかね、眠くなってないですかね。はい、私が嫌いなのは、はい、南岸低気圧。おー、大好きな人いますけどね。雪が降るのか降らないのかみたいなところで、あの昔まだ心が綺麗だった頃はですね、天気予報で雪が降るか降らないか、降るかもしれませんって言ったら、朝もう目をキラキラさせて玄関開けて降ってたって嬉しかったんですけど、最近心が汚れてしまったとか、玄関開けて雪降ってたら、あ、降っちゃったよみたいな感じ。なるほど、できれば雨で通り過ぎてほしい。あ、だから長手が来てもいいんですね。交通機関が乱れるっていう。あ、結構時間にタイトなご職業なんですか。あの、まあ、雪が降っても行かなくてはいけないっていう、会社に行かなくてはいけないっていう中で、まあ、見られる。でも関東弱いので、あの先日でもないな、この間の雪でも、はい、あの豊子線使ってるんですけれども、はいはいはい、豊子線結構ダメですか。あの間引いちゃったんですね。あらかじめ雪だってことが分かってたゆえになんですけれども、本数を間引いたら、まあ、お客さんが乗り切れなくなってとか。なるほど、実害が多すぎ、気象協会のビジネスチャンスありそうですね。そうじゃないか、わからないけど、はい、ありがとうございます。はい、次行きましょう。はい、私が好きな、あ、じゃない、間違えた、嫌いなものは無風です。逆なんですけど、好きなものが風、強風って言ったらあのちょっと問題があるかもしれないんですけど、風が割と強めの風が好きで、体に当たって生きてる感じするじゃないですか。風を受けて、ね、歩いていくのが好きなので、はいはい、あの恐怖が好きなため、逆に嫌いなものは無風になります。それをやっぱり強く感じたのが、私も大阪で暮らしてたことがあります。出身はこっちなんですけど、熱帯夜。どうです、大阪市内の熱帯夜は。気温よりも無風が困るんですか。そうです、あの気温もそうなんですけど、あの暖かくて風がない
思いまして。なるほどね。だから不快指数ってありますけど、あれには湿度しか入ってないんですよね。気温と湿度で不快指数って確か決めてるんですけど、はい、そうですね、あれ風も入れてほしいですね。ああ、そうですね。入ってない。考えてませんでした。よく考えた。あ、それには風が入ってるんでしたっけ。あ、天気いいね。あのご利用しの営業してくださいね。はい、はい、ぜひ参考にしてください。はい、ありがとうございます。じゃあ次は夏行きましょう。かやちゃんから行きましょうか。はい。かやちゃん、埼玉の防災センター。はい、埼玉県の防災学習センターから参りました、はい、皆さんぜひ体験学習に来てください来てください、はい、森川先生も、はい、する予定です、はいはい、ぜひお越しください、はい、私は夏が好きなグループにいるんですけれども、うんうん、夏の好きなところは雲一つない空、ああ、いい感じ。あと嫌いなのは、はい、湿った空気まあまあそれちょっと梅雨寄りでもあったりするそれが嫌いです。もうちょっと何、うんと、まだ求める。求める。いじるために聞いてるんだ。特に君の場合はね。いじるように。はい。はい、下に。湿っ